どうも皆さんこんにちは、くりくりくるです。はい、皆さんお元気ですか？私は今、山梨県の鳴沢村っていうところから静岡県の須走まで来ました。そういえばなんか台風14号が通っていきましたけど、皆さんは大丈夫ですか？私は大丈夫です。元気。それで鳴沢村のところに公園があったんですよ。すっごい広くて、でその画像がなんか今こちらに表示されてると思うんですけど、でそこ今富士山が見えてると思うんですけどね、そこでね縄跳びとかやったりしてね、ここら辺がキーンってね なっちゃいました。なんかかき氷食べた時に頭がキーンってなるみたいに。それで須走の道の駅に行ったんですけど、あ、こちらにね今ね画像表示されてると思うんですけど、朝起きたらこの建物の遠くに富士山が見えたんですよ。でそれがこちらなんですけど、すっごいね綺麗にね撮れたのでね、こんな感じです。ではいで、それで今日のタイトルに発表します。ダンスのことじゃなくてって書いてあったと思うんですけど、それは動画の最後に置いておいて、知ってる人も いると思うんですが、私はイラストも大好きです。それでなんで絵が好きになったかというと、私のねお姉ちゃんがねすっごい絵がうまくて、もう私のお兄ちゃんもねすっごい絵がうまいんですよ。で私もそこで影響を受けて、ああ私もなんかあんな風に絵が描けるようになりたいってなったんですよ。でそれから絵を描き始めました。でどんな絵描いてるのって気になった人いると思うんですけどね、まあ一応こちらに載せておきます。こんな感じで絵を描いています。何で絵を描いてるのって気になった人もいると思うんですけど、ね、こちら iPad Air で絵を描いています。はい、このね Apple Pencil でこうやってねカキカキしてます。で私 iPad Air の、デジタルっていうんですけど、デジタルに慣れすぎてアナログが描けなくなってきて、それで1日どんくらい絵を描いているかというと 4,5 時間ぐらい描いてますね。勉強より時間が多いんじゃないかな。それね、そんぐらい絵を描いてるなら1枚描くのってどんくらいかかるの？それで今ね1日 4,5 時間ぐらい描いてるって言いましたけど、じゃあ1枚なんか色塗ったりする時って1枚どんくらいかかるかというと、1枚ね、昔は結構1時間何分とか短い時間だったんですけど、最近ねなんか手を込んできたのか、なんか結構2時間近くかかってるかなって、2時間過ぎたりすることもあるけど、そんぐらい絵を描いてます。でもなんかそうやってなんか本気で絵を描く時ってすっごい少なくて、もう基本なんか落書きみたいなのをずーっと描いてますね。はーい、それでこの絵の雑談はここら辺にしといて、これから発表するのは前の動画で1回だけ言ったと思うんですけど、私は Twitter をやっています。ドドンドドンじゃない、こっちだ。こちらのツイッターをやっています。で、そんなに紹介してないのに、なぜか14人もフォローしてくれる方がいます。本当にありがとうございます。ハートとかもね、つけてくれてね、とっても嬉しいな。それで、これからイラストとか自分の自撮りとか、ちょっと生活がのぞける投稿をしていこうと思うので、応援してくれると嬉しいです。概要欄にリンクを貼ってあるので、そこでちょっと覗いてくれたら嬉しいです。で、覗いてくれたらフォローしてくれるともっと嬉しいです。ダンス頑張っちゃうな。頑張っちゃうな。はい、ここまで見てくれた方、ここまで見てないけど飛ばしちゃった方、ありがとうございます。ぜひ面白かったり、これからの活動が気になるなとかいう人がいたらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それでは皆さん、じゃあねー。クリクリクリベルでした。